リクエストありがとうございます。今日はナスレシピを作ります。皆さんどうも、おかみです。今日はナスのだし漬けを作ります。材料はこちらです。はい、それじゃあまず調味料を全部タッパーの中に入れます。水、白だし、みりん、鷹の爪、これを混ぜます。はい、そしたら次にナスを切ります。頭の部分とこのトゲトゲのところを取って、で皮を剥きます。はい、今ナスの皮を剥き終わりました。そしたらこれを食べやすい大きさに切っていきます。これをさらに半分にして調味料の中に全て入れます。そしたらこれをチンします。750ワットで4分チンします。はい、そしたらここにおこしラップをして、熱いんで火傷気をつけてください。全体にね行き渡るようにして、でこのまま放置してゆっくり冷まします。万能ネギを上にかけます。いただきます。うん、うまっ。めっちゃあっさりしてて美味しい。はい、という感じで今回はナスのだし漬けを作ってみました。リクエストがある方はコメント欄でお願いいたします。リクエストを採用させていただいた方のコメントは動画に使わせていただきますので、そこら辺をご了承いただける方よろしくお願いします。でもう一個ナスとキノコを使ったレシピを思いついているので、次回の動画でそれをやりたいと思います。チャンネル登録してお待ちください。それじゃあまたね。バイバーイ。